ここが放棄された地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて。竜の力が影響を及ぼしているから。モンドの人々はまだ封鎖で困って、一秒たりとも待たせたくない。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。超拡散系統。起爆できると思う。
獣にされ、安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。
ついてこれるかな。近くに来てくれ。何か匂うか。この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ、賑やかだが危なくはない。モレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、お嬢ちゃん。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。てっ、俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ。経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。そうだろ。どうやって元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。
おとなしくしやがれ。ふぅ、やっと着いた。前に道がない。風域を利用して上に登ろう。こいつはどうだ？鋭いな。陣から称号をもらって騎士にならないか。お前って本当にせっかちだな。これ。おとなしくしやがれ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。おとなしくしやがれ。
可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。フーマリュから遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそくそく。普段は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。じゃよじよ、しゃしゃ、私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。ちゃん、危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。それはもちろん、ジンが私を信頼してるからよ。だからあなたたちも私をもっと信じていいわよ。私も少し本気を出そうかしら。ふっ、は、それ。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょうか。この風を使って上に行きましょう。逃がさないわよ。はっ、しびれなす。
お姉さんに任せて。これ。はい。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。お姉さんはすごいのよ。空域よ。ここから上に上がりましょう。ビリビリさせないとね。しびれなさい。何よ。しびれなさい。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカズチの火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。
私の首にある宝石が何かって？うそ、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは吟遊詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰ってくる。ああ、それは風の塊みたいなもんだ。休めると思ったら風立ちの地にある東風の竜、トワリン、南風の獅子、ダンディライオン、北風の狼、ボレアス、西風、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。